夏スイカの出荷量日本一を誇る尾花沢スイカの出発式が行われました。昼夜の寒暖差が大きい盆地で育つ尾花沢スイカは、実が大きく糖度も高いことが特徴です。出発式では JA の関係者らが安定販売を祈願したほか、地元の園児が音楽に合わせたパフォーマンスを披露し、スイカの出荷を祝いました。JA 道の区村山によりますと、今年は収穫直前の先週に大雨となったものの、生産者による栽培管理の徹底が功を奏し、質の高い仕上がりとなりました。網と網の合間に、ね、もう消毒して、生産者の管理がやっぱり徹底していると。夏バテ防止も兼ねて、夏はスイカを食べていただければ。日本一美味しいです。取材した記者も尾花沢スイカをいただきました。本当に美味しい。美味しいです。シャリ感がありまして、食べ終わった後も口の中に甘さが残ってとても美味しいです。出荷は9月上旬まで続き、去年よりも多いおよそ103万ケース、販売額は35億円を見込んでいるということです。